作画のコン。棒は九尺、六尺、四尺、三尺、二尺とあるが、現在多く使われているのが六尺棒である。上中下段の抜きや押さえて外してからの抜き、打ち技、払い技などの動作が基本となる。作川の紺は作川勘画が創作したと言われている型である。お前がなさい。鉄で作られている武具、彩、突き、抜き、打ち、引っ掛け、投げるといった攻撃や受け技も肘に添えて上中下段と使用できる。うんちゃん。肘の長さほどの2本の棒を頑丈な紐で結び作った武具、ヌンチャク。片方を持ち遠心力を生かして使用する。水平振り、綾振り、片輪振り、一本突き、畳突き、伸ばし突きなどの攻撃技がある。受け技はヌンチャクを体に添える、打ち落とすといった使い方がある。よし。砂掛けのエイク。船を漕ぐ貝を使用する破壊力の強い武具エイク。打ち、突き、切りといった技や砂や水を相手にかける目つぶし技がある。片方が平たく
金星が取れていないため、うまく使いこなすには修練を必要とする。站住！